パクチニは大韓民国の女優である。パクジニと表記されることも多い。1980年代に、子役時代には MBC 合唱団員として活動をして漫画の主題歌や子供ドラマの主題曲を歌った。1997年、KBS ドラマ、スタートで女優デビュー。MBC ドラマ、まだ結婚したい女で共演したキム・ボムについて、 キムボムは年下だが、大人っぽい面もあり、男らしい面もあって驚いた。まだ子供だと思ったが、兄貴のような面もある。それで、年齢を騙しているのではないかと尋ねた。また私の誕生日に、防寒用品セットもプレゼントしてくれた。優しい面があると称賛している。また、最近思うのは12歳年下でも重要ではない。 もちろん12歳年下の男性に会う機会は少ないが、ドラマのように偶然に会って、感情が増幅されれば可能だと思うとも語っている。パクチニは2014年5月、5歳年下の韓国の有名、ローファームに勤める弁護士と1年余りの熱愛の末のできちゃった結婚。第一子を12月頃に出産予定と発表。5月11日にソウル白木ホテルにて、 結婚式を挙げ、その衆議全額を国際救護団体である韓国 JTS に寄付した11月7日に娘を出産。ありがとうございます。